よいよ発売された64ビット級ものすごいゲームマシーンセガサターン。このセガサターンの出現によってセガのゲームエンターテインメントの世界はさらなる広がりを見せていくだろう。このビデオはメガドライブ、メガ CD、ゲームギア、そしてパワーアップブースター、スーパー 32X と、まるで増殖していくコスモのように日々広がりつつあるセガワールドの最新話題ソフトを完全収録。君にぴったりのゲームが必ず見つかるはずだ。セガビデオマガジン。セガサターン。その32ビットツイン CPU の超高速処理が可能にするハイエンドグラフィックスはリアルタイム 3DCG など今までのゲームマシンでは味わえなかったエキサイティングな迫力を生み出す。新作ソフトも続々登場だ。新設夢見館、扉の奥に誰かが。昨年メガ CD で発売されて大きな話題を呼んだセガバーチャルシネマシリーズの夢見館の物語が装いも新たにセガサターンに登場。前作でも好評を博したグラフィックはさらに優美に。臨場感あふれるサウンドとともにプレイヤーを幻想の世界へと引き込んでいく。二人を呼んだのは他でもない。少々気にかかることがあってな。お前たち、今宵の月を見たか？光を放つ聖なる使者は災いと共に訪れ、満月は災いを呼び、見入られし者は蝶となる。何をボケっとしてるんだい。ジュン、赤い月のことを聞いてみようよ。ジョゼなら何か知ってるかもしれない。またこの新設夢見館ではプレイヤーの選択でゲームの展開が変化する感情分岐システムを採用。もちろんストーリーの変化に応じてエンディングも変化する。時間は取らせないからさ、今ちょっと調べてることがあって力を借りたいんだ。赤く染まった満月の晩、断崖絶壁に姿を現した夢見館。お前ら俺様に。古くから赤い月の晩には不吉なことが起こるという言い伝えがある。果たして赤く染まった満月の晩、夢見館で何が起こっているのだろうか。ところでお前らが来るなんて珍しいな。何があったのか。今夜は月が赤いな。気味が悪いと思わないか。セガサターン、バーチャルシネマシリーズ第1弾、新設夢見館、扉の奥に誰かがは、7800円で12月2日発売予定です。クロックワークナイト、ペパルーチョの大冒険上巻。ゼンマイ仕掛けの騎士、トンガラドペパルーチョ3世が、メルヘンチックなおもちゃの世界を冒険するニュータイプのファンタジーアクションゲーム。何者かにさらわれた愛しのチェルシーを救い出すべく、君とペパルーチョの冒険が今始まる。このクロックワークナイトでは各ステージの前に攻略のヒントが与えられる。このヒントはトラップや敵と戦うためにとっても重要だから必ず聞くようにしよう。もちろん各トラップや敵キャラも全てが 3D ポリゴンで描かれているから臨場感満点。水道やレンジの炎なんていうのまでとってもリアルだ。またこのクロックワークナイトにはボーナスステージもある。
このボーナスステージではワンナップやアイテムがもらえるぞ。頑張れ。超リアルなおもちゃたちが大暴れ。クロックワークナイトペパルーチョの大冒険上巻は4800円で12月9日発売予定です。ゲイルレーサー。アーケードで大人気だった体感型レーシングゲームラッドモビールがタイトルも新たにゲイルレーサーとなってセガサターンにパワーアップ移植。オープニングのアニメーションもまるで映画のワンシーンのような格好の良さだ。このゲイルレーサーの舞台はロサンゼルスからニューヨークまでのアメリカ大陸横断レース。一般道を中心としたコースが多いためトラックを追い抜き対向車を避けながらレースを行わなくてはならない。もちろんコースは多彩。このようにナイトレースや雨の中のレースまである。雨の中のレースではフロントウィンドウに飛び散る雨が超リアル。またこのゲイルレーサーでは 2P 対戦モードもある。 2P 対戦では4種類のコースを選択して戦う。この時は上下2分割された画面に 1P2P の画面が表示されるが、先頭を走っているマシンの方にはダッシュボードにソニックやナックルズが表示されるので先頭マシンがすぐに分かる仕組みになっている。コックピット視点で一般道を激走するゲイルレーサーは6800円で12月2日発売予定です。ミスト。パソコン用 CD ロムゲームとして世界中で話題になったアドベンチャーゲームミストがセガサターンに登場。ミストと呼ばれる謎の島に迷い込んでしまったプレイヤー。そこはプラネタリウムやスペースシップをはじめとした巨大な仕掛けが随所に隠された秘密の島だった。美しいグラフィックとサウンド、それは眺めているだけでもプレイヤーを虜にしてしまう魅力を持っている。しかしこの島では目に見える、そして耳に聞こえるもの全てが謎を解くヒントなのだ。ヒーラス、お前か。お前なんだろう。プレイヤーは島の随所に配置された謎めいた仕掛けを解き、時空を超えミストに隠された真相を探り出さなくてはならない。シャトルマウス対応で幻想的なグラフィックが美しいアドベンチャーゲームミストは7800円で大好評発売中です。ハリウッドで制作されたストリートファイターザムービー、その映画の実写を取り込んだ対戦格闘ゲームがセガサターンに登場するんだ。
詳しい情報が入り次第このビデオマガジンでお知らせします。テレビで大人気放送中のアメリカンコミック X-Men が対戦格闘ゲームとなってセガサターンに登場。人間をはるかに超えた力を持つミュータントたちが命を懸けて死闘を繰り広げる。お楽しみに。メガワールド、メガドライブをコアとした惑星群を従えたセガのメガワールド。そして今、新たな超新星が誕生した。スーパー 32X。 メガドライブに装着することによりメガドライブを迫力の32ビットマシンに進化させるパワーアップブースター。新作ソフトも続々登場。体感型 3D シューティングゲームとして絶大な人気を誇った 3D シューティングゲームの名作スペースハリアーがスーパー 32X に完全移植。怒涛のように押し寄せる敵の攻撃や次々と迫りくる障害物をかいくぐり敵を攻撃していく迫力は 3D ならでは。もちろん今回は18ステージ全てが完全移植されているほか、サウンドも完全に再現。スーパー 32X ならではの迫力シューティングだ。またこのスーパー 32X 版ではオプションにより難易度選択が可能になった。イージーからハーデストまでの4段階のうち自分に合った難易度で気軽に楽しむことができる。初心者から上級者まで誰でも楽しむことができるぞ。巨大なボスキャラが迫力の 3D シューティングスペースハリアーは4980円で12月3日発売予定です。スターウォーズアーケード、あのジョージ・ルーカス監督の SFX 大作スターウォーズが 3D シューティングゲームになってスーパー 32X に登場。ゲームはアーケードで大人気のポリゴンシューティング。デススターを破壊するため X ウィングを操作して帝国軍とシューティングバトルを繰り返す。敵機を電気撃墜せよ。異常だ。またこのスターウォーズアーケードでは2段階の視点切り替えが可能になっている。コックピットからの迫力ある視点と視野の広い後方視点、状況に合わせて視点を変化させることによって戦闘を有利に展開できる。さらにスーパー 32X 版では2Pプレイも可能となっている。この場合1人はパイロットとして、もう1人は砲撃手として協力プレイを行う。2人の息の合ったコンビネーションでデススターを破壊しろ。映画にあったシーンが随所に盛り込まれたスーパー 32X 版スターウォーズアーケードは8800円で12月3日発売予定です。ドゥーム、モンスターたちに占拠された惑星基地からたった一人で脱出していく 3D シューティングゲーム、それがこのドゥームだ。今回はそのドゥームの中で唯一の味方となる武器について説明しよう。
プレイヤーが最初に手にする武器がこのピストルだ。心強い味方だが弾薬には限りがあるので要注意。そしてこれはロケットランチャーだ。爆発するロケットを発射し複数の敵を一気に撃破してしまう。大勢のモンスターに出会った時などに有効な武器だ。このプラズマライフルはプラズマエネルギーを数回にわたって発射、敵を焼き尽くしてしまう強力な武器だ。最後は BFG9000 という武器。最も破壊力がある武器だ。複数の敵を一瞬のうちに吹き飛ばしてしまうぞ。この他まだまだいろんな武器が基地内のどこかに眠っている。これらの武器を見つけ出すのが大きなポイントとなる。頑張れ。プレイヤーの状態が一目でわかるインジケーターも見やすいスーパー 32X 版ドゥームは7800円で12月3日発売予定です。バーチャルレーシング、バーチャルレーシングデラックス。アーケード、そしてメガドライブで発売されて以来、レーシングゲームファンの心を掴んで離さないあのバーチャルレーシングがさらにパワーアップしてスーパー 32X に登場。今回はさらに新しく加わった新コースの攻略テクニックをこっそり教えちゃおう。まず最初はサンドパークコース。このコースの攻略ポイントは2カ所のコーナリングだ。最初はトンネル内のこのコーナー、そしてトンネルを抜けてすぐのコーナー。この連続したコーナーをタイミングいいブレーキングで素早く抜けよう。これらコーナーの抜け方次第でタイムが大きく変化するぞ。そしてこのハイランドコースの攻略は車選びにある。高速コーナーが多いこのコースではドリフト走行が得意なストックカーが完全に有利だ。ドリフトテクを磨いて友達をあっと言わせよう。デラックスになってさらに迫力満点のレーシングゲーム、バーチャレーシングデラックスは8800円で12月16日発売予定です。アフターバーナーコンプリート。アーケードで絶大な人気を博し移植が熱望されていた 3D シューティングがついにスーパー 32X に完全移植。ロックオンミサイルとバルカン砲で敵戦闘機を撃ち落とせ。このアフターバーナーではローリング、そしてタイトルにもなっているアフターバーナーといったスペシャルアクションを駆使して敵戦闘機からの攻撃をかいくぐりステージクリアを目指す。またロックオンミサイルは100発まで搭載可能。 2,3 ステージごとに50発の補充があるとはいえあまり調子に乗るとなくなるから要注意だ。今回の移植では海上、夜間、陸上といった各ステージも完全に移植されている。とにかく打ちまくるカタルシスを味わってほしい。スーパー 32X 版アフターバーナーコンプリートは4980円で95年1月発売予定です。サイバーブロール。今までの格闘ゲームにない新システムを採用した格闘対戦アクションゲームがスーパー 32X に登場。スーパー 32X の特性を生かしキャラクターが状況に合わせて拡大縮小する。その迫力はもうアーケードを超えた。また
このサイバーブロールでは選択したキャラクターに自由に武器パーツを装着することが可能。その武器パーツの種類によって繰り出せる必殺技も変化する。まさに自分だけの戦士を作り出すことが可能というわけだ。必殺技を受けて飛び散る装備も迫力満点のサイバーブロールは7800円で95年1月発売予定です。メガドライブ。セガのメガワールドの中核をなす16ビット世界的標準機。豊富なソフトが何といっても魅力。落ち物ゲームぷよぷよの続編がパワーアップしてメガドライブに登場。先頃アーケードで登場して以来やみつきになった人も多いかも。このメガドライブ版ではアーケードの楽しさを完全移植しているよ。ブレインダムド。このぷよぷよ2では前作の2倍の容量となっていろんな部分がパワーアップしている。今回はその中でも対戦モードのパワーアップについて紹介しちゃおう。まず対戦モードでは様々なルールが選べるようになっている。これは片ぷよというルール。通常のお邪魔ぷよよりも2倍強い片ぷよがお邪魔ぷよとして降ってくるぞ。ファイヤー。これは6個消し。連鎖が決まった時には一気に相手をやっつけることが可能になるぞ。そしてこれは2個消しというルール。一見簡単そうだけど連鎖が起こしにくいんだよ。アイスストーム。えい。テクファイヤー。アイスストーム。ダイヤキュート。えい。メガドライブ版でバッチリ練習してアーケードのヒーローになっちゃおう。メガドライブ版ぷよぷよ2は6800円で12月2日発売予定です。やった。ストーリーオブトア光を継ぐもの。メガロープレプロジェクト最新作ストーリーオブトア光を継ぐものがいよいよ発売されるぞ。今までのアクションロープレの枠を超えた巨大なキャラクターたちが画面を所狭しと暴れ回る迫力満点のアクションロープレだ。ロープレは面白いんだけど迫力がね、なんてことはもう言わせないぞ。もちろんアクションロープレならではの仕掛けも随所にあってファンには応えられない作りになっている。さらに召喚魔法を使うと精霊が主人公を守ったり敵を攻撃してくれたりするんだ。のボスキャラが目白押しのストーリーオブトア光を継ぐものは8800円で12月9日発売予定です。一段と R。 先日アーケードでお目見えしてパズルフリークの絶賛を浴びたパズルゲーム集一段と R が早くもメガドライブに登場。もちろん今回も前作のタントアール同様に最大4人までの同時プレイが可能。単純明快な面白ミニゲームで友達と盛り上がっちゃおう。また今回はアーケードの完全移植の他に3種類のオリジナルモードがプラスされる。中にはロープレライクなモードもあるというから新しい楽しみが味わえるぞ。パズルフリークにはたまらないゲーム集一段と R は95年1月発売予定です。正解、正解です。メガ CD。
メガドライブとセットで使うことによって大容量の CD ロムゲームが楽しめる。バーチャルシネマシリーズは話題作がいっぱい。トムキャットアレイ、まるで映画のワンシーンに入り込んだような迫力あるゲームが楽しめると好評のバーチャルシネマシリーズ。このトムキャットアレイはシリーズの中でも迫力あるバトルシーンが特徴のシューティングゲームだ。ゲームは敵戦闘機であるミグをロックオンして追撃するシューティングゲーム。ロックできない。諦めるな坊や、もちろんや。実写画面の取り込みにより映画の主人公になったような臨場感を味わえる。どうにかなんぞ、その調子。アクロバット飛行も楽しみなトムキャットアレイは7800円で12月22日発売予定です。プライズファイター。ボクシングの本場アメリカで制作された実写映像をフルに取り込んだボクシングゲームが登場。ヘビー級チャンピオンを目指しリングに命をかけろ。シネマシリーズのボクシングゲームプライズファイターは95年3月発売予定です。ジンジンコレクション。ソニックとテイルズがまたまたゲームギアで大暴れ。ドクターエッグマン、ナックルズ、そして新キャラファーング、盛りだくさんで最新作ソニック&テイルズ2ゲームギア。カラー液晶が魅力のハンディーゲームマシン。色とりどりのハードも魅力。ぷよぷよ2。アーケード、メガドライブに引き続きゲームギアでも話題のぷよぷよ2が楽しめるぞ。もちろん敵キャラの数もぐーんと増えてパワーアップ。さらに操作システムによって相手から送られるお邪魔ぷよを打ち消すことができるようになった。最後まで勝負の行方はわからない。またこのぷよぷよ2では 2P 対戦も可能だ。 2P 対戦では5種類の特殊ルールから好きなルールを選んで対戦することができるほか、独自のルールを作ることも可能になった。友達と新ルールで腕を競い合おう。どこでも好きな時に遊べるゲームギア版ぷよぷよ2は3800円で12月16日発売予定です。マジックナイトレイヤース。ロープレが苦手という女の子でもサクサクとロープレが楽しめちゃう可愛いロープレゲームがゲームギアに新登場。主人公はテレビアニメでおなじみの光、海、風のマジックナイトレイヤースたち。ストーリーはゲームギアだけのオリジナルストーリーだ。戦闘は体力が回復したキャラクターが優先的に選ばれて行われる。また体力回復もスロットマシンのように回転することによって可能になるなど、細々したアイテムやコマンドを気にせずに遊べるぞ。ゲームギア版マジックナイトレイヤースは4800円で12月16日発売予定です。テレビアニメスラムダンク。大人気のテレビアニメスラムダンクが迫力シーン満載でゲームギアに登場。桜木、ルカワなどのおなじみのキャラクターたちが迫力ゲームを展開する。ゲームはレーダー画面とアニメシーンで構成。ドリブルやパス回しなどはレーダー画面でスピーディーに。シュートシーンは迫力のアニメシーンで再現されるぞ。
このアニメシーンは状況によって細かく変化、ダンクだってもちろん OK だ。対戦プレイも OK のテレビアニメスラムダンクはバンダイブランドから4800円で12月16日発売予定です。美少女戦士セーラームーン S。 ねえコズミックパワーメイクアップ。現れた敵デスバスターズを相手にセーラー戦士たちが活躍するアクションバラエティ、美少女戦士セーラームーン S。 敵との間合いによって攻撃が変化するファジーアクションを搭載しているから、アクションゲームが苦手な人や小さいお子様でも気軽に楽しめちゃう。さらに2種類の難易度選択モードがあるのでますます安心。しかもクイズ、占い、ルーレットなどのミニゲームも収録されているから楽しさ満点だよ。決め台詞もバッチリの美少女戦士セーラームーン S はバンダイブランドから4800円で12月30日発売予定です。サムライスピリッツ。アーケードで人気ナンバーワンに輝いた異色の格闘アクションゲームがゲームギアに登場。個性派揃いのキャラクターたちが得意の剣を手にしのぎを削り合う。必殺技や怒りゲージシステムなどのオリジナルの楽しさも忠実に再現している。さらに隠しコマンドにより最大の敵天草四郎時貞も使用可能になるなど、ゲームギアならではの楽しさも新たに加わっている。サムライスピリッツは宝から4800円で12月16日発売予定です。どうも渡辺です、今私はですね、バーチャファイターの生産地セガ AM2 県に来てるわけなんですけれどもね、もちろんセガサターン版のバーチャファイターもこちらで制作されたんです、こちらがですね、その大仕事を達成された岡安啓司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、いろんなメイキングの映像を見せていただきながらですね、その苦労話などを聞きたいと思うんですが、まずですね、オリジナルのバーチャについて、岡安さんはどのような形で携わられたんですか。そうですね、私は最初から関わったわけじゃなくてですね、途中から参加させてもらったんですけれども。そうなんですか。最初のこう第一印象みたいなのって、最初は段ボールの人形みたいのがなんか2体ガチャガチャ動いてて何なんだろう、これは一体何だろうと思ったんですけど。最初はじゃあやっぱり あんまりこう作り込まないものを動かしたと。最初はやっぱり動きの方を中心に作っていって、しばらくの間その人形は段ボールのまま で、でアートの方になってから徐々にこれを増やして、動きがもうこれでいいぞという風になってから CG を作り込む。そうですね。バーチャってほら結構CG がねすごく綺麗なゲームだって評価される方が多いんですけれども、実は褒められてないその動きのところの方が制作的には苦労が大きかったそうです、ね、ということですよね、それでいよいよこう移植が決まったわけですよね、その移植決まった時のこの心構えというかですね、気持ちってのはどうでした。そうですね、移植発表された時点で、一般の方々からかなりお手紙とかおはがきとかいただきまして、でその人たちがやっぱりファンなんですよ、かなりの。ああマニアですね、それでやっぱり下手なものを作ったら許しちゃおかないみたいななんか脅しみたいなのが結構ありましたから、プレッシャー的にはすごい大きかったですね。移植作業もやっぱりオリジナルと同じように
こうハリボテから作っていって、そうです、最初はあの16ポリゴンぐらいしか出さないで動きの方を中心に作って、で動きがある程度見えてから徐々にポリゴン増やして、キャラクター今年の春ぐらいからだん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 その辺 の, あのゲームの進化していくありさまが雑誌にこう載ってきましたよね。そうですね、でどこまでどんどん良くなっちゃうのかなみたいなそうですか、でいよいよねこう発売になってですね、もうその完成度すごく今評価されてると思うんですが、はい、あのそのアーケードの作り方と同じように作ったとはいえ、こう家庭用ならではのフューチャーもたくさん用意されてますよね。そうですね、あのその中で一番特徴的なのが段位認定モードってやつ。段位ですね、はい、はい、これはあのプレイした方がどの程度の腕前なのかをこう評価してくれるというシステムなんですけれど、はい、普通にパンチとかキックだけで勝っちゃうとちょっと低い評価しか得られないんですよ。やっぱ美しく勝つというのはあれの場合重要なんですか。そうですね、今難しい投げとかをたくさん使っていただくとだんだん自分が3段4段と高いレベルの段位をもらえるようになるんですけれど、なんかまだまだこうやり込めそうな気がして楽しみですね。では最後になりますけれども、セガサターンというマシンをこう触ってみてですね、はい、マシンとしてのこう印象はいかがでしたか。そうですね、あのやはり最初に作ったってことがあるんですけれど、苦労はすごいたくさんあったんですよ。というのはあのやはりそのサターンを使ってゲームを作った人っていうのは当然ながらあの初めてなんでいないわけですから、何か難しいことでわからないところとかあっても聞く人がいなかったというのがやっぱ一番の苦労なんですけれど、ただあの今回あの一応アーケード版のバーチャファイターからの移植ということなんで、あのたくさん持ってる機能の中でもう使ってない機能というのがたくさんあるんですね。 あえて使わなかったと、そうですね、削り落としたと。だからその機能を使っていけばこれからもたくさんどんどん面白いゲームがいっぱいできると思いますよ。まだまだいろんなゲームができそうです。ぜひこれからも面白いゲームを作っててくださいね、はい、ありがとうございます。はい、岡安さんでした。はい、今日はもう一つ特別ニュースがありますよ。護送車から降り立ったこの囚人服の男たちの正体は、そして厳重な警備のもと一体何が行われたのか。答えはこれです。ソニック&ナックルズ世界大会ロック・ザ・ロック。はい、ソニック&ナックルズの世界大会が難攻不落の刑務所と言われたあのアルカトラーズ刑務所跡で行われたんですね。参加者はアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、ブラジル、そして日本で行われた予選を勝ち抜いてきた25名。代表者はですね、アルカトラーズ刑務所ということで、囚人服で護送されて会場入りしたわけですね。日本予選はですね、9月23日、ジョイポリスで行われました。並み居る強豪を打ち破って見事囚人服を着ることになったのは、この人、ゲーム雑誌のライターをしている小林さんです。優勝賞金の2万5000ドルを手中にするのは誰だ。決勝大会は異常なほどの盛り上がりを見せる中、トーナメント方式で競われました。そしていよいよ決勝戦です。栄光のソニックナンバーワンは地元サンフランシスコのフリス君に決定。見事2万5000ドルを手中にしました。これからもこのコーナーではいろんなニュースをレポートしていきます。セガビデオマガジンの感想、ご意見、ご希望などを完成ハガキに書いて送ってください。抽選で10名の方にバーチャファイターのゲームソフトをプレゼントします。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募お待ちしています。セガビデオマガジン、いかがでしたか。
もちろん来月も超話題作を満載してお送りします。それではセガビデオマガジン See you!